はようございます。おはようございます。そうですね、昨日はお疲れ様でした。いやー、昨日は本当にお前になったさん、かっこよかったで、今日プロフィールを見たらお前になったさんがもういなくなっちゃってて、なんか本当に卒業されちゃったんだって思って。え、たかしの、え、撮ってくださったんですか。へー、嬉しい。見たい。ありがとうございます。イエーイ。メールも来ないのよ。あ、そうですよね。いやー、なんかリハーサル期間はすごくなんかついていけるかなとか、すごく大丈夫かなとか思ってたんですけど、終わっちゃうとなんか、あ、終わっちゃったんだって感じがして、今なんか達成感もありつつ、終わっちゃったっていう悲しさもありつつな気持ちです、今。そう、なんかやっぱいつもと違う環境だからこその、なんかたくさん、そう、いやでも本当に高いしたん、そう、ニコ生さん今日見たい、見ます、今日。いや本当にたくさん先輩方からたくさん学ばせていただきました、本当に。いや、そう、いろいろ衣装着て、本当に、今なんかニコ生見ながら見てる。ああ、いいですね、ニコ生さん言うの見たい。待って、そう、衣装いっぱい着させて、いやー本当に、あ、良い子の浜口さん、そうです、そう、来てくださったんです。撮ったどーって言って、本当にありがとうございます。すごいですよ、時衣装。そう、いや、いっぱい今回、今まであんまり衣装いっぱい着たことなかったんですけど、今回早着替えとかもあって、あ、でもそこまで早着替えじゃないのか。そう、私着替えるのが結構遅めで、うわーってなりながら着替えたんですけど、結構間に合ってよかったです。そう、先輩方の二期生さんの愛する人の前の早着替えがすごすぎて、めちゃくちゃ早いんですよ。すごーって思いながら見てましたね。本当に、一番嬉しかったのが、涙売りの少女の本家の衣装を着させていただいて、の自己紹介ありがとうございます
そう、本家の衣装を着させていただいたんですよ、なんと。ちょっと待ってください、調べたいのにパスワードが分からなくて開けない、開けない、あれ。そう、すごすぎないですか。そう、年少組だったんですけど、もう大人っぽくスンって感じで、あのパフォーマンスさせていただきましたね。そう、衣装すごすぎます。ちょっとなんか今日あのなんか私の目覚まし時計がどっかに行っちゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あ、そう、キタリエさんにあのお疲れ様ですって 言わせていただきました。なんかすごい、本当に芸能人だって思いました。なんて言うんですか、なんかオーラってあるじゃないですか、やっぱり。もうすごい、すごく、めっちゃすごかったです。少しだけちょっとお疲れ様ですぐらい、あなたは芸能人オーラありますかね。あ、で、おまひなたさんがなんかくじ引きで、あのプレゼントみたいなのをプレゼントをくださって、なんかくじを引いて、8番のプレゼントどうぞみたいな感じでくださったんですけど、私香水いただいて、初めての香水、昨日ちゃんとつけさせていただいてたんですけど、いい匂いしましたいい匂いしました。なんかいい女の香りはしましたちょっとこことにつけさせていただいてたんですけど、そうなんです。でも一人一人ちょっとずつ、なんかちょっとずつ違って、なんか髪の毛がツヤツヤになるやつだったり、キープミストとか、なんかいろいろなんかいろんな種類があって、私は香水でした。やっぱなんか一人、そう、鼻鍛えなきゃちょっとこれから大事な時はちょっとふわっとさせとこうかなとか思って、そう、原ちゃんに教えてもらったんですけど、ここにつけるのもいいんですけど、こっち側につけるとなんかこう物を取った時とかにふわっと香るっぽいです。だからちょっとここにもつけましたもう匂いは取れました取れちゃった。そうですね、本当に大切に使わせていただきます。身長があるのでステージすぐに見つけられました。へえ、嬉しいです。そう、4期生イベントも20日にあるので、ぜひそうですよ、20日に。どんな香りなのか気になる。なんて言うんですかね、ちょうどいい、なんて言うんですか、結構万人受けしそうな、みんな好きそうな、あ、そうだ、お出迎えの時とかにちょっとふわーってやってもらおうかな。あ、そう、私身長、あのヒールを結構履いて、今回の衣装で結構履かせていただいたんですけど、ヒールあるとなんかすごく身長高く見えて、あ、まあまあそれはそうなんですけど、
やっぱそう、昼楽しかったです。普段私昼あんまり履かないんですけど、いや履いてみたいんですけど、あんま履けてなくて、でも衣装だとはあのヒール履けるので、あの好きです。ヒールってやっぱテンション上がるじゃないですか。私え、いやあのヒール慣れてなくて足グキってなっちゃう。4期生で一番背が高いメンバー、でもなんかダントツで高いっていうのではなくて、ゆあ、はるちゃん、さほちゃんあたりですかね。多分そのあーかわいい、ありがとうございます。その3人のですかね。どあ、メリーも高い。なんかみんな162、3、4あたり、4ないか、2、3、2、3とか。いやいや伸びますかね。伸びたいんですけどね。でもいやでもあの中2この前測ったら1センチ伸びてて、そんないやもう1センチも伸びると思ってなかったから、なんかこの調子でいったらあれなんか大人になる頃にはちょっといけてるんじゃないかなみたいな。伸びますかね。なんかやっぱり身体測定の時って伸びてると嬉しいじゃないですか。なんかあ成長したぜみたいな、なんかね、いや中学生のそういうのがあるんです。座高伸ばさないように座高しか伸びてない気がするんですけど。ゆうたんがぐっと身長が伸びた時期は、ゆうたんなんか私めっちゃこの時期に伸びたみたいなのがあんまないかもしれない。でもやっぱ、まあ、小学生の頃は結構伸びますけど、ザ成長期みたいなのがなくてずっと高いの。結構あでも生まれた時結構ちっちゃくて、横にガチアドバイスですね、それちょっとやだもう。そうあのちっちゃい時はちっちゃかったっぽいですけど、1歳児検診でもうでかくなってたっていう、だから、まあ、結局でかいんですかね多分。あ満開の桜、そう桜満開でしたよね。めちゃくちゃ綺麗でしたよね。すごすぎます。縦も横もたくさん成長してる。横これ以上いったらちょっとどうしようこのペースだと80歳には5メートルくらいだったギネスっすね。ご両親は背が高いんですか。うーんあんまり高くないです。そうですね、ママが160でパパが167、8ぐらいです。はあ、ポポ焼き、そうあのポポ焼きダンスの先生とメイクさんとスタイリストさんからの差し入れでポポ焼きあの食べたんですけど、あの県外の子たちが、特に4期だと県外の子たちが初めてポポ焼き食べるっていう子がたくさんいて、あのなんか こっちが嬉しくなりました。あのえポポ焼き初めて、もうはるちゃんなんてもうえポポ焼き初めてみたいな、もうめちゃくちゃ可愛い反応するから、もうなんかもう何もでも食べてみたいな。本当にそうなんかやっぱ新潟だと結構なんか屋台とかでいっぱい売ってるからなんか結構食べたことあるんですけど、やっぱ県外だと本当に売ってないんだなって思ってちょっと嬉しかったですね。なんかちょっと新潟県民としてちょっとなんかあ新潟のポッポ焼きだよみたいな
そう、新潟と、うんうん、ナイスポポでした。ポップ焼き並びすぎてて買うの諦めました。いやでも人気、人気というか売れますよね、ポップ焼き島。ポップ焼き、ももちゃんも、そっか確かに、でもももちゃんもさっほもなな、は新潟県でも下越だけだった、そうなんですか、知らなかった。差し入れしてくれたスタッフさん、ナイスポポだ、ナイスポポです、ナイスポポですね。昨日はお昼ご飯は、ごめんなさいごめんなさい、お昼ご飯はそう、なんか給食みたいな感じで、なんて言うんですかね、なんかバイキングっていうんですかね、なんか机がこうあって、ここに米、味噌汁、グラタンみたいな感じで、あのお盆とかがなんかすごく給食みたいな感じのお盆で、あのあケータリングでした。給食とか言って、そう、あのそう、すごかったです、初めてですこのバイキング形式は。だからちょっと、いやでも本当に給食みたいだったんですよ、なんかお皿がなんかすごい懐かしい感じ。そう、お盆、お盆なんですよ、お盆持ってなんかお米持って、美味しいのは、美味しいのはあのグラタンがめちゃくちゃ美味しくて、なんて言うんですか、トロトロで美味しかったです。ゆうたは給食くん、本当ですか。はあ、お家の方もちょっとすれ違わせていただいて、オーラがすごい、私もなんかちょっとオーラつけたい、つけたいっていうか、いや早く見たいですね、ニコ生さん、ニコ生さん、そう、どんな感じになったの。いやなんかあの自分でコンサートに立ってると、そのなんか客席からだとどう見えてるんだろうっていうのが分からなくて、ちょっとあ見てみたくなります。なんか見る用の自分と出演する用の自分にちょっと分けながらコンサート見てみたいなって思いました。あ出てきた時泣いてた。そうあの最初めちゃくちゃ感動して、お前なとさんかっこよかった、もうなんかもうすごすぎますよね、ほ多分全部の曲に出て、でもずっと完璧なパフォーマンスで笑顔で最高、もうあとあのコールがもうめちゃくちゃ大きくて、あのすごかった、なんかすごいなって思って、いやペライト見つけられた、あ見つけられました、
ありがとうございます。あ、そう、2階2階からそう、あ、すごいですよね、あれ。あれ本当に生の声だったんですか、あれ。マイクついてないんですか、あれ。あれすごかったですよね。だって私袖にいたんですけど、舞台よりも後ろの袖にいたんですけど、めっちゃ聞こえてえってなってすごすぎる。どの先輩だった、ノエピーさん、ノエピーさんだったんだ。あ、ゆかさん、ニコ生でも聞こえた、すごすぎる。あ、ゆかさんだった。あれどっちなんだろう。でも確かにどっちの方も声通りそうな感じでは。確かに目の前通ったの、すごい。乃木ゆかさん、あ、すごい。なんか顔出ししなくても足が届くあ、本人がポーズ。いや、もう本当に面白くて、 MC ももうさすがだなって思って。あの最初の本間稲田さんのあの青のワンピースからあのドレスに着替えるとこうめちゃくちゃ良くないですか。あそこも大好きなんですけど、心の羽でこう出てくるところがもうすごくてブワーってなって、もうあそこめちゃ好きでしたね、本当にかっこいい。でそう MV の YMP 多分そうです。なんかすごいいろんなところにたくさん仕掛けがあるコンサートっていうんですか、そうなんかいっぱいなんか気持ちが込められてて、そうなんかこんな素晴らしいコンサートに出させていただいて本当に良かったなって思う。4期生パフォーマンスの時しか水色ピンク触れなかった。でも振ってくださって嬉しいです。いや、この卒業コンサートでも一面がもう黄色と水色で染まってて、もうなんかなんていうんですかね、なんか本間日向さんって感じがして、舞台裏のネタとかある。そうですね、マイク、何でしょうかね、何だろうちょっとめちゃくちゃ考える。めっちゃ考えるよあ、そう、マイクはあの上手側にマイクが置いてあって、あ、4期生のマイクは緑色だったの、すごい、そこまで見えてるんだ。そうだったんです、緑で。あ、でそう、マイクがなんか劇場のマイクとちょっとだけ形が違って、なんか細長めのマイクでちょっと軽めだったんですよ。それもちょっとなんかコンサートのマイクっていう感じのマイクで、
ちょっとだけ嬉しかった。ちょっとだけというか、なんかそう、ちょっといつもと違うマイクだって感じで。あ、コンサート終わり、そう、ステージで写真撮らせていただいて、あ、3人席だった。あ、いやー本当に良かったですね。あ、あと日野さんのあの2階席見えてますかの最初の煽りのところ、私あれも、私やってみたい煽りのやつ。楽しんでますかって言って、イエーイ、やりたいです。あ、うちはありがとうございました。そう、煽ってみたい、煽ってみたいって、なんかアリーナみたいな。確かに、あ、こまちゃん煽ってた。 NGT のこと好きになった、かわいい、本当にかわいい。そう、ひどさん本当に上手で、すごかった。教えていただきたい、いつか、いつか煽れるように。何がいいんですかね、ヨンキーイベントでやってみ、あ、ヨンキーイベントで煽れるかな。そう、ナナちゃんも、そう、センター、センターですよ、本当にすごすぎますよね。最初あの私がこの列にいて、ナナがこの列にいるんですけど、なんかここからこう前に歩いていくのをちょっとちらっと見えるんですけど、感動しますよね。ナナ頑張ってるから、本当に、いや、めちゃくちゃいい写真が X に上がってました。めちゃ泣いてる継承でしたね。そうですね、ねえ、本当にすごいですね。もう堂々とパフォーマンスして、最後のこの掴むところ、いいですよね。ゆわゆわのセンターもやってみたいです。やれるように頑張ります。もうなーちゃん緊張して、いや、そうですよ、だって初めてのコンサートでセンターですよ。すごいですよ本当に。そう、本家のセンターの方も見てらっしゃるところで、いや、もう本当によく、すごいよって思って、いや、いつか生きるように頑張ります。私、そう、あ、木本姉妹もそうです、うん、オンリーツデーの最初、木本姉妹で出てくるのめちゃくちゃ良くないですか、あれ。てててててて、いや、あれいいですよね。あれめっちゃかわいい。あれ、あのリハーサルの時からもうニコニコで笑顔になっちゃうような、もう本当にかわいくて、あれで、その後の風は吹いているのギャップすごすぎませんか。あのオンリートゥデイでもうめっちゃ、うわーかわいいってなって、もうニコニコになった後に風吹いて、てんてんてん、いや、いいですよね。すごい、いろんな仕掛けがあるんです。テロップつけてなかった。いかに仲良さそうに見せるかって笑えた。
仲いいですって、あのだってずっと仲くっついてるんですよ、うん、アンナちゃんなんていつもなんかふんって感じのなんか強がってるのに、ユナさんの近くよなんかおねーとか言って本当に可愛いんだからあ、男選抜とウサ選抜どっちね。え、私あのもうどっちも選ばれたい、選ばれたいというか、まあ、選ばれることができるのならどっちも選ばれてみたいんですけど、私風は吹いているで、風は吹いていると涙の表面張力がダンス選抜だったじゃないですか。でもなんかすごいなんか私なんかあの2つの曲を見て私もダンス選抜になりたいって言って練習するっていう。でアンナさんが優しいから、高橋ダンス面になるんだもんねとか言って、頑張って笑っていやだからちょっとあのダンス面になれるようにちょっとかっこよく踊れるように頑張りたいと思います。ゆうたも可愛くメロンパン、うわチュンさんみたいになりそうだなとか言ってんおいしい本当にあれ本当に面白かった、あれどういうことなんですかあれははあ、メロンパンなはあ、メロンパンがあるって言って、もうチュンさんずっと面白いからあなんかあのステージが終わった後もあの羽がこう降ってたじゃないですかステージで、そうそれで羽を頭につけて「は羽ついてる」とかやっててもうなんかずっとボケてる印象だったんですけど、そう本当に面白い。いいキャラです、本当に写真も撮っていただいたんです、イエイ、本当にずっと面白いんですよ、ステージに立ってても面白いのに裏でもずっと面白くて面白い本当にで羽がなんかすごいユニコーンみたいな感じでこうついてらっしゃるんですよああ面白かったですあれ本当に。そう三金四金ブロックもやらせていただいて、そう3曲も初めてですよ、3曲続けてっていうのは、今まで1曲ですよね、うんうん、だから初めて3曲続けてみたいな、なんかもうめっちゃ楽しいんですよ、あの1曲だと結構あっという間に終わっちゃうっていうか、そうなんか始まったと思ったらあれもうラストだわあれってなっちゃうんですけど、3曲だとあでも3曲でもなんか結構あっという間に終わっちゃったんですけど、なんかやっぱ表情を結構意識してあの命をかけるはあちょっとなんかまだ向こうだし、命をかけろはあの結構かっこいい、なんかかっこいいうわーって感じでこうふっって感じでなんていうんですかね、かっこいい強そうな感じでやって、で君はどこにいるはあの人間と妖怪の間、あれなんだっけ、人間味を見せないみたいな感じの顔で
なんていうんですか、不思議な不気味な感じの顔を意識しまして、 どうでした？結構笑う猫って感じの、なんかって感じでやってみたんです。で最後の心に対応はめちゃくちゃ笑顔で、いやもうあれ本当にできてよかったです。もう大好きな曲なの で、そう、先輩方が思い出いっぱい公演でやってるのを見てずっとうわ可愛い、やってみたいって思ってた曲だったので、いや本当によかった。あ、スイスイさんのセリフどうぞよろしくお願い ござんす。あれ何でしょう、あれ、そうスイスイさんのセリフ、あ、おくんなまし、あ、なんだっけ、おくんなまし、あ、みんな欲しいんだ、あのセリフもなんか、え、本当にそういう感じですかみたいなこと最初言ってたのに、ちゃんともうステージやな、めっちゃかっこよく、おくんなましおくんなましって言ってて、すごいですよね、かわいいのもかっこいいのも君どこみたいな雰囲気のもできるのすごい、おくんなまし、ててんててん、どこかで泣いて、あ、あ、待って40分なましななしななし、では誕生日行かせていただきたいと思います。よいしょよ、行きます。13位、イチョールさん、ありがとうございます。12位、ナホコさん、ありがとうございます。11位、ミーさん、ありがとうございます。10位、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。9位、いちたさん、ありがとうございます。8位、マーチさん、ありがとうございます。7位、てるてる坊主さん、ありがとうございます。6位、よしさん、ありがとうございます。5位、じんさん、ありがとうございます。4位、てつおさん、ありがとうございます。3位、でぐ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 じゃん、キャロちゃんさん、ありがとうございます。2位、でぐ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 じゃん、ともじいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。そして1位はじゃん、みみれパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。いや今日もまたコンサートの動画を見ていっぱい、あ、ちょっとチャットにもいろいろ、チャットとメールといろいろ載けたいものがたくさんあるので、いや本当に昨日は楽しかったです。あー、なんか終わっちゃうの悲しい。いやー、ん、1位、いや、ありがとうございました。ぜひまたはい、ちょっとコンサート見返してみて、たくさん語りましょうありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。